続きまして、受人手会長から歓迎の字と。ヤンチャンシク会長のご紹介をしていただきます。拍手をお願いいたします。皆さん、こんにちは。新行員国の。もう、この本家ですね。チョンボ君に。 ハベル公職者そしてシックの皆さん今日は特別礼拝が行えることに感謝したいと思います特にこの時間は今回の韓半島平和サミットそしてソナク平和賞そして一連のワールドサミット2022の大勝利の奇跡を 作られた天の父母様天地人誠の父母様に、まず大きな感謝の拍手をいたしましょう。もちろん、この奇跡は天の父母様誠の父母様だけでなされたものではありません。相対基準を結び、地上で人間の責任分担が果たされなければなされません。今回の 関半島平和サミットのために長い間、精成を尽くされたシックの皆さんお一人お一人が、天一国の希望430バス一台一台を運営してくださったおかげで、今回、非対面でも多くの方が視聴され、私たちのこのような情熱が天に伝わり、MBC ネットでは生放送で、 放送されるという奇跡がなされました先輩後輩同僚シックの皆さん奇跡を作った主人公たちです奇跡の主人公たちに拍手を送りましょう本当におめでとうございます今日はこの尊い礼拝がこの勝利の報告を 全国のすべての教会で同一に勝利報告礼拝という名前で行われていますチョンボックンにはヤンチャンシク中南米天一国の国会といえます天議院の園長をお迎えし特別報告をいただいてまいります 天一国の結果は全国に先ほどの映像の内容が同一に伝えられています。歴史にはビハインドストーリーリが大切ですなぜこのような奇跡が起こったのか世界の各地の現場で血の滲むような そのような戦いがありました会員権の指導者一人一人をお迎えするということは本当に難しいことです不可能ともいえることを現実にさせたその戦場での勝利の結果を天元帳をお迎えして直接直かに伺えるこの時間は非常に尊い時間だと思います。やんんちゃんしく 会長はここで同会長としてそして世界平和家庭連合の会長として執務なさいましたので本当に親しい思いでお待ちしていたシックの方もたくさんいると思います。お忙しい中ではありますが今回の誠実礼拝の。 報告を特別に担当してくださるようになり、またすぐに認知に行かれる予定です。本当にお忙しい日程にもかかわらず、チョンボ君での日程のために他のスケジュールをして来てくださいました。ヤンチャシク会長をお迎えし、カンハント平和サミットの 尊い勝利の結果報告を伺ってまいりたいと思いますそれでは大きな拍手でお迎えください